シンクレール・ケンブリッジ・プログラマブルが2台並んでいる。シンクレール・ケンブリッジ・プログラマブルは、1977年頃、英国シンクレール・レイディオニックス社が販売していた、プログラム電卓である。また、シンクレール・ケンブリッジシリーズの電卓でもある。米国ラジオシャックから、OEM 製品のラジオシャック、EC ・ e ス4 0 0 1プログラマブルも販売された。 シンクレールケンブリッジプログラマブルの大きな特徴としてシフトのためのキーと段数がマニュアル計算とプログラム入力で異なるということがある。下表にキーを押した場合の例を示す。プログラム入力モードで即値を入力するには数値プレフィックスとしてキーを押す。例えば123を入力したい場合はと入力する必要がある。これで 123の意味になる。また、g o 2例を使用するには、マニュアル計算モードでは、とし、プログラム入力モードでは、EE、とする。SCP では、指則演算に優先順位がないため、加減算より上除算を優先させるには、カッコを用いる必要がある。SCP のカッコは、 イコールキーを押しても閉じないという特徴があるので、カッコを開いたまま複雑な計算をすることができ、カッコ機能をスタックの代用とすることが可能である。例えば、240として置いてから、123456イコール。とすると、6の階状の計算結果が720と表示される。ここで0イコール。とすると240が再度表示され、 計算の続きを行うことができる。また、SCP では、括弧を開いてもお消すレジスタがクリアされずに、前の値が残っているので、括弧機能を用いて、定数計算を行うことが可能である。例えば、1.08、2万5000イコール。などとすると、1.08、2000、5000、2万5000をかけた、計算結果、1080? 5400、27000を連続で得ることができる。なお、SCP では、カッコを開く場合も閉じる場合も、同じキーを用いる。SCP のプログラムエリアは、最終アドレスから開始アドレスへとラップアラウンドしても、エラーとならないため、ストップ機能を組み込んでおかないと永遠に実行し続ける。実行中のプログラムを一時停止するには、ストップではなく、キーを押す。 実行を再開するには、ランキーを押せばよい。ありがとうございます。